皆さんこんにちは、内山隆のノックアウトチャンネルの時間です。まあ今日はですね、この間の、レジェンドのチャリティーイベント、それのね、まあ皆さんが本当にいろんな格闘家がまず興味あった試合ですね。 K-1 からボクシングに転向した武井良樹選手と、ね、元世界チャンピオンの木村翔の試合ですね。この試合をね、ちょっとまあ僕の見た感想を今日は述べたいと思います。やっぱね、武井選手 K-1 でも圧倒的な強さを誇ってただけに、やっぱうまかったですね。やっぱ木村翔をね、世界チャンピオン、元世界チャンピオン相手にうまくね、距離を取ってパンチ当ててね、接近戦でもいい戦いぶりを見せてましたね。ただ、まあ、階級差がね、ちょっと3階級ぐらいに違いですかね、木村翔と武井良樹ね。ちょっと木村翔的にはやっぱり階級がかなり上の相手だったんで、なかなかね、パワーも違うし、すごいやりづらいかったなと思います。逆にその、ね、階級が上 で K-1 から来た選手ってことでやることを受けた、まあ、メリットは木村翔にとってメリットっていうものはないわけです。やってもで、それはね、受けた俺は木村翔をね、やっぱりすごいまあ叩いたいなと思います。でまあただね、武井選手はね、パンチめちゃくちゃあるんですよ。俺も一回一緒に練習したことあって、でミットとか持ったことあるんですけど、パンチ力がすごいあるなと思って、この選手この階級でこのパンチだったらそれはみんな倒れるわっていうのが最初の印象でしたね。だからね、ただ3階級重いだけじゃなくて、さらにパンチ力があるっていうことを考えると、なかなかやっぱね、木村翔もね、いつものようにボクシング、いつものボクシングでガン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 前入って打っていくっていうスタイルはできなかったと思います。これはね、僕がだってスーパーライトのさらにパンチある選手、スーパーライト級の中でもパンチある選手と僕がスパーリングやるのもんですから、それ考えたら、ね、僕でもさすがにやっぱそれはもうきついな、無理だなと思うんで、うん、そう考えるとね、なかなかこの対戦を受けた木村翔がやっぱりまあ男気があったなと思いましたね。まあ武井選手がね、24歳でここからボクシング転向、いやすごく面白いと思います。まあもうボクシングというか打撃自体はもう本当に備わってるんで、あといかにボクシングにこれをこう合わせていくかっていうところだけですね。で、もともと彼はね、アマチュアボクシングやってたんで、やっぱボクシング技術はもともとはこう上手いんですよ、もう、うん、出来上がってるものがあるので、あとはその本当プロのボクシング手だけで戦うっていうことに関してもっと特化していくことなんで、まあそうすればね、世界チャンピオンもまあ夢じゃないかなと思いますね。はい、まあ僕もね、一回こう軽くマスとかやったことあるんですけど、やっぱすごい上手かったです。スピードもあるし、うん、パンチもあるし、で避け感もあるし、なので、まあ、備わってるものは全部備わってるんで、あとは本当もう世界戦になるとやっぱ12ラウンド、ボクシングはラウンド長いですから、そのラウンドをうまくこう力を抜きながら戦う戦い方とか、そういったものを覚えていけば、まあすぐまず日本ランカーとかにもすぐなるだろうし、まあ早いうち、早ければ、うん、3年ぐらいでは世界チャンピオンまで、挑戦まではたどり着くことができるんじゃないかなとは思いますね。まあ、あとは武井選手が何級で試合をするかによりますね、うん、スーパーバンタムとか、ね、スーパーバンタムとかバンタムか、はい、うん、まあね、そこら辺スーパーバンタム級、そこら辺の階級は今ね、すごく、うん、日本人も多いですし、まあ熱い階級となってますので、まあそこでね、世界で戦えるような、うん、ボクサーになってほしいなって僕はすごく思います。ね、武井選手アッパーがね、すごい独特で、結構思い切ってね、踏み込んでとこう前になんですか、飛びながらアッパー打ったりするんですよ、うん、そういったものってのはね、結構なかなかボクサーでも打つ選手いないんで、まあこれはまあ対戦相手としてはやりづらさの一つになるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ何にせよ、でもセンスはあるしパンチもあるんで、楽しみな逸材では間違いないです。内山さん、そのキックボクサーとか、まあ、総合の選手の方とかのミット持たれますけど、はい、やっぱりその中でも武井選手っていうのはボクシングへの適応力は高い感じですかね。武井選手は、うん、高いですね。僕はもうマスやってやっぱもうやってるんで、肌ですぐ感じたのはやっぱりうまいなと、うん、センスあるなっていうのはすぐに感じました。やっぱりね、この間のスパーリングエキシビションのスパーリング見ても分かる通り、やっぱもう足も動けるじゃないですか、使えるじゃないですか、うん、そういったところがね、やっぱすごい。ただパンチがあってぐいぐい前に行くだけじゃないんで、うん、しっかりこう相手が入ってきた時にバックステップしてジャブをつくとか、そういったところも、まあ、K-1 の時からね、うまかったんで、うん、なおさら今度はね、手2本になりますから、より武井選手のうまさがもっともっと
出てくるんじゃないかなと。さらにあのボクシングだけの練習になる、今度はキックの練習いらないんで、そうなってくるとさらにボクシングが強くなるんじゃないかなと思いますね。指導されているのが内山さんの後輩の八重樫さんということで、はい、まあ、八重樫 の、ね、あの接近戦だったりとか、ちょっと変則的な動きをしたりするじゃないですか。そういったものもこうプラスになっていくと思うので、まあ、武井選手の今後のね、どういったボクサーボクシングスタイルになるんだろうっていうところもやっぱデビューするまで楽しみですね。3月11日に、ね、デビュー戦が決まってるみたいなんで、まあ、それはねぜひ見たいと思います。僕もすごい興味があります。まあ、武井選手、ね、K1 でチャンピオン取って、うん、今度はまたボクシングの世界でも、うん、ぜひチャンピオン取ってほしいと思います。まあ、八重樫ね、うん、チャンピオンベルトを、見せてあげることができれば八重樫もすごい喜ぶと思うんで、ぜひ二人三脚でね頑張っていってもらいたいと思います。期待してます。最近ですね、サブチャンネルも始めましたので、ぜひ皆さん見てください。内山隆のほろ酔いチャンネルって、出てきますので、まあ、本当にただ基本ほとんど飲んでるだけの動画なんですけども、いろんな方と飲んで楽しくやってますので、そちらの方もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。